タクト、コーヒーもう一杯どうだい？ああ、そういえばそんな時間か。でもタクト、珍しく真面目じゃないか。感心感心。そうだね。そしてこれに勝ったら、それから美味しいディナーと大人の夜のお楽しみもね。ああ、もちろん大人の夜のお楽しみといったらカジノに決まってるだろう。タクトと船の外でする久しぶりのデートなんだ。思いっきりゴージャスに行かないとね。おや、タクト、今さら約束をなしにするなんてのは。まあカジノで遊ぶ分ぐらいは自分で出すよ。まあそれもこれもこの戦いに勝ってからだけどね。あんたにそう言われると本当に勝てる気になるから不思議なもんだよ。マイヤーズ司令、ホルテさん、作戦会議の時間です。それじゃあダンスの要領でエスコートしていただけますか、司令官。では参りましょう。戦いの園。タクト、なんでクロノブレーキキャノンがエルシオールから外されてんだい？お前たち、まだこんなところにいたのか。お前たちを探しに来たんだ。もうとっくり全員集まってるぞ。さあな、俺にもわからん。何か改良でもしてるのかもしれないが。さっきクレーターや月の巫女たちが忙しく動き回ってるのを見かけたから、もう製造に入ったんじゃないか。ルフト将軍はとりあえず決戦兵器と呼んでるらしいが。ああ、敵の本体が攻めてくるのが先か、決戦兵器ができるのが先か、これからは時間の勝負だ。ま、その辺のことも今回の議題に出るだろう。とにかくさっさと行ってこい。失礼します。遅くなりました。お二人とも遅れてくるなんて何かあったんですか？まあ、フォルテさんがついていながらただ遅れただなんて下手な言い訳ですこと。フォルテさん、そのあたりはどうなんです？ノーコメント。ああ、またそうやってはぐらかして。わかった、二人で美味しいものを食べてたんですね。ミルフィー、あんたは黙ってなさい。はーい。絶対美味しいものを食べてたと思うんだけどな。
いや、別に何でもないが。では、会議を始めるとしようか。というわけで、フィールドキャンセラーを搭載した対巨大艦用兵器は、急ピッチで製造を進めているところよ。ただ、こいつはあのバカでっかい船を破壊することだけを目的に作られてるわ。つまり、巨大艦以外の通常の艦隊や戦闘機などには対処できないということですか？うん、その通り。そこでエンジェル隊の出番となるわけだ。敵に届く前に撃ち落とされては元も子もないからの。諸君の紋章機で何があってもこの決戦兵器を守ってくれ。我々は決戦兵器のエスコート役というわけですわね。よし、やってやろうじゃないの。ですが、先の戦闘で敵の艦隊にも相当の戦力があることが分かりました。エンジェル隊だけで守りきれるかどうか。それについても手は打ってある。紋章機が最大の力を出せるようにリミッターを解除します。あの翼の生えた時のですね。そうです。先の戦いでは間に合いませんでしたが、今回は皆さんの力になってくれるはずです。なら何の心配もないじゃない。楽勝よ楽勝。ラファさん、油断は禁物ですわよ。この前は敵の数も多くはありませんでしたが、今度やってくるのは本体です。敵も本気のはずですわ。なーに、喧嘩ってのは最初の一撃でほとんど決まるんだ。一発ガツンと食らわしてやりゃいいのさ。勝負は時の運。多分なんとかなりますよね、タクトさん。慎重にことを進めるに越したことはありませんわ。私もそう思います。大丈夫だって。千歳はまだ翼の生えた紋章機の力を知らないから心配なのよ。お言葉ですが、ナオフ先輩、敵の戦力は決して侮ることはできません。そうですわよ。せっかく私たちには知恵というものがあるのですから、それを有効に使わないと。それ私が頭使ってないって言いたいわけ？はいはい、喧嘩してどうすんだい。会議を続けてもよろしいかね。決戦兵器を運用する上でもう一つ重要なことがある。この兵器はヘルシオールに積んでフィールドのギリギリそばまで運んでもらうわ。確実を期すためよ。決戦兵器をエルシオールの下部に取り付けて、必ず当てられるエリアまで運んでから射出する。なるほど、エルシオールは2段ロケットの1段目ってわけだ。それじゃあなおさら紋章機でちゃんと守ってあげないとね。その件は後で改めて話そう。よろしいでしょうか、ルフト将軍、質問があります。なんじゃ、千歳君。現在の敵の位置と海敵予想時刻を教えていただきたいのですが。うん、そうじゃな。あの巨大艦を中心とする敵集団は、いくつかの資源衛星やエネルギープラントを制圧しながら白き月に向かってきておる。2時間前に届いた観測結果によると、現在はポイント SRT058 付近。そこから計算した予想到達時間はおよそ72時間後じゃ。72時間、3日後ということですね。それまでに各自準備を整えておいてくれ。今回の作戦には広告の未来がかかっている。困難な任務だと思うが、みんなよろしく頼む。
私からもよろしくお願いします。あなたたちだけが頼りなのです。ではこれにて解散。タクトさん、私たちこれから何をすればいいんですか？自由っつっても遊びに行くわけにはいかないしね。不謹慎ですよ、フォルテ先輩。他の皆さんだって必死に準備をしているんですから。私たちにできることがあれば手伝いましょう。あんまり無理しちゃダメよ。私たちは本番に向けて英気を養っとかなくちゃ。ではライファさんはどうなさるおつもりですの？そうね、まずは当日の運勢を占って。要はいつも通りということですわね。何よ。じゃあミントは？私はゆっくりお買い物でもして過ごしますわ。ここなら館内よりもお店は多いですから。あ、じゃあ私も付き合う。フォルテさんも行きません？私はいいよ、部屋でコレクションでも磨いてきさ。私の勝手だろ。そういうタクトは？はい、やはりそうですよね。クレータ班長に何か手伝えることはないか聞いてみます。了解しました。了解です。働きすぎないように頑張ります。働きすぎないように頑張るってどういう意味よ？まあまあ、千歳さんらしくていいじゃありませんか。とりあえず何をするかは各自考えるとしてだ。まずはエルシオールに戻ろうか。はい、お疲れ様です。それでは失礼しますわ。失礼します。お疲れ様でした、タクトさん。失礼します。ぼやかないぼやかない。今のうちにやれることはやっとかないと。私も手伝うよ。実際副官が二人欲しいぐらいの忙しさだろ。それじゃあ何から始めようかね。フォルテさん、シャトヤン様がお呼びです。シャトヤン様が私だけを呼んでるって？わかった、すぐに行くとお伝えしてくれ。まあ行ってみればわかるさ。すまないけど先に始めててくれるかい？私もシャトヤン様にお会いしたらすぐに司令官室に行くよ。見た？ミルフィー。ううん、私レシピを探した後はすぐここに来たから。そうそう、ミルフィーはね、久しぶりに腕を振るってくれるの。整備のお手伝いとかはできないですけど、代わりにお料理を作ってみんなに食べてもらおうと思って。
私は買い出しに付き合ってたってわけ。美味しいものいっぱい作りますから、タクトさんもよかったら食べてください。はい、お願いします。あら、タクトさんもティーブレイクですか。フォルテさんですか。先ほどお見かけしましたわよ。ホールでお会いしましたわ。格納庫の方に行かれたようでしたけど。あの、タクトさん。あ、いえ、ただちょっとフォルテさんの様子が気になったものですから。なんと申しますか、緊張感が漂っていて、まるで戦闘中のようでしたわ。ええ、普段のフォルテさんはああいう雰囲気は見せないのですけど。少々気になったのですが、お声をかけるのも悪いかと思って。そうしてくださいませ。タクトさんに会えばフォルテさんも安心なさいますわ。タクトさんのお顔を見ていると嫌でもリラックスしてしまいますもの。お疲れ様です、タクトさん。お疲れ様です。見回りですか。30分前にいらっしゃいました。はい、紋章機のチェックをなさってすぐに出て行かれました。いつもと変わりないように見えました。ただあの時のフォルテさんは無口でした。いつもなら挨拶ぐらいは交わすのですが。あの、タクトさん、フォルテ先輩なら射撃訓練場にいらっしゃるかもしれません。はい、さっき練習をしようと思って行ったのですが、中から銃声が聞こえました。フォルテ先輩が訓練しておられると思ったので予定を変えてこちらに来たんです。タクト、お前、なぜここに？何をバカなことを言っておる。今何時だと思っておるのだ。な。タクト。通してやれ、ルフト。シマ陛下。その代わり、私も同席させてもらう。構わぬな。マイヤーズ司令、何かあったのですか。一体何事なの。手短に済ませてちょうだいね。フォルテのことですか。それがな。
その…まったく、見てられないわね。私から話すわ。話ってのは他でもない。決戦兵器のことよ。あれはね、7番目の紋章機に、フィールドキャンセラーと、クロノブレイクキャノンを取り付けたものなの。ネガティブクロノフィールドを打ち消すには、膨大なエネルギーが必要になる。これは話したわよね。それだけのエネルギーを引き出せるシステムが、一つだけ存在するわ。それが、紋章機のヘイローシステムよ。ヘイローシステムは、使い手の精神的テンションによって、クロノストリングエンジンから、エネルギーを引き出します。つまりヘイローによって最大限のエネルギーを得ることができれば、敵のフィールドを打ち消せる公算が高いわ。その上、巨大艦を破壊できるクロノブレイクキャノンのエネルギーを賄うことも可能よ。幸いそのために使える紋章機はありました。6番機、シャープシューターと共に発見されて、まだ外装などの処理が終わっていなかった7番目の機体です。お前の考えている通りじゃ。まず紋章機のパワーでフィールドに穴を開け、敵の懐に飛び込み、そしてクロノブレイクキャノンによって破壊する。そういうこと。ヘイローを使う以上、それを操る人間は必要不可欠よ。それもなるべく高いテンションを持つ人間が。で、あのパイロットに乗ってって頼んだの。今最もテンションが高いパイロットは彼女だからじゃよ。そのことは実際に指揮を取っているお前ならよくわかるはずじゃ。他のパイロットを選んでもいいのよ。でも成功確率は格段に下がるわ。我々は負けるわけにはいかんのじゃ。この作戦はゼナ秘でも成功させなくてはならん。落ち着け、マイヤーズ。マイヤーズ。他の手段があるなら取っている。愛する者を危険にさらさなくてはいけない、そなたの気持ちはわかる。だが許せ、マイヤーズ。我らにはこれしか手段がない。私は王としてトランスバールに住む全ての人々を守らねばならんのだ。フォルテ君は承諾してくれた。それともう一つ、フォルテに辛い選択を迫ることになってしまいました。パイロットのテンションを最高の状態に導くために、サポート役がそばについていた方が望ましいということになったのです。何分急ごしらえな上に、いろいろごてごてくっついちゃったからね。サポート役はパイロットのテンションを最高の状態に導ける相手であれば、より理想的です。その選択は、パイロット自身に委ねました。
でも選ばなくちゃいけないわ。パイロットのテンションを最高の状態に導くための触媒となる人間をね。何を言っておる、タクト。それは、パイロット以外でも構わないわよ。ノア？要はパイロットのテンションを最高の状態に導きさえすればいいの。失礼いたします。マイアーズ J、 お時間よろしいでしょうか。それではご報告いたします。私フォルテシュトーレンはこの度決戦兵器のパイロットに選出されました。驚かれないのですね。そうですか。ではサポート役が1名同乗することもご存知だと思います。その任務をマイヤーズ司令にお願いしたいと思い参上いたしました。ご返事は急ぎません。ゆっくりとお考えになって。ありがとうございます。それと後で私の部屋へ来てもらえませんでしょうか。お願いします。ありがとうございます。それでは失礼いたします。空いてるよ。入ってくれ。ようこそタクト。よく来てくれたね。あんたとどうしても踊りたくてさ。戦いの前にね。大事な決戦の前に不謹慎なのは重々承知さ。けどどうしてもわがままを聞いてほしくてね。私と踊ってくれるかい？お願いするよ。はあ、タクト。それはダンスのことかい？それとも決戦兵器のこと？まったくあんたらしいよ。どこからその自信が出てくるんだか。嬉しいこと言ってくれるね。私もだよタクト。あんたと一緒だから勇気が出るんだ。ああ、そういうことさ。この戦いが終わったら
あのダンスホール貸し切りにしておくれ。あ、約束するよ。